はいさい、はいさーい。さあ今日は久しぶりの外企画ということで、はい、ちょっとね外でパシャパシャ撮っていきたいと思います。今日はテーマは、テーマはですね、超広角レンズがあるので超広角レンズを使ってポートレートを撮るっていう感じですね。ほほ、はい、まあ、スナップ的なね作品撮りっていうよりは、うん、今日使う機材がソニーの α7-3 と、16-35mmF2.8 の GM レンズなんですけれども、はい、これ買ってからねまともに超広角側でポートレート撮ったことないなと思って、まあ、どうしたのにゃんこ。にゃんこが寄ってきたよ。かわいいな。はい、ということで、まあ、これを使ってみようかなと。まあ、なるべく 16mm 側使おうと思うんだけど、一応 35mm も用意されてるから、これ 35mm 側でも撮ってみようかなっていう感じですね。なんか広角でポートレート撮る時の注意点とかあるんですか？まあ、周りの映り込み、あーそっか、いらんものまで入ってしまいやすいから、確かにそういうのをどうにかするようにしないといけないですよね、うん、あとやっぱボケないからさ、背景が、うん、背景選びとっても大切になってきますよね。逆に言えば背景を生かした撮影ができると。まあそうだね、逆に言うとそういうことです、うん、だ背景がワイドでさ、こうなんか絵になるようなさ、フォトジェニックなところだったらいい感じになるわけですよね、うん、さあということでですね、超広角を使ったポートレートスナップやっていきたいと思います。はい、それではレッツゴー。サンスタ。さあまずね、この建物なんか良さげなんで、ちょっとこれをバックにワイドにバシャッと1枚撮ってみたいと思います。モデルさんってね、普段意外と長い球で撮られるのに慣れてるので、 85mm とか 105mm とかね、超広角の時って結構モデルさん癖で遠くに行ってしまいがちなんですよ。だから最初に言っとくといいですよ。今日の撮影は僕から3歩ぐらい離れたところに立ってね、なるべくっていう風に最初に言っとくとね、モデルさんのポジショニングが後々楽になりますので、ぜひそのようにしてみてください。今回背景に選んでいるところは古いアパートなんですけれども、こういう直線的なものとか、あとは幾何学模様的なものとか、そういったものをね背景に配置すると超広角の時すごくいい感じになるんですね。ワンピースを着てるので風に逆らわない方向に体を向けたら、こんな感じで風を使った撮影もできるよ。なんか久しぶりじゃないの、ちゃんまりモデルやったの。最近出場頻度低いからな、サンスター。確かにね自分のチャンネル頑張ってるんで最近ちょっと。確かに確かに、うん、ここはですね、沖縄県の浮島通りっていうところで、国際通り裏にあるんだけど、おしゃれなカフェとか料理屋さんがねたくさん並んでるとこなんですよね。どっち行こうか。とりあえずあっちと見せかけてこっち。さあ、うわ、ここすごいいいね。ここ奥行ってみようか。気になる。気になるね。おざらんの端っこ駅あんだよ。いいね。ここで撮ってみようか一枚。なんか提灯とかいっぱいあっていいよね。ここで撮ってみよう。なんかあれだね、全部シャッター閉じてるね。日曜日だからか。そうだ、日曜日だからだよ。こっちなんもねえじゃん。まあ逆にこのなんもないところで撮ってみようかな。フェンスってね、いろんな撮影に使えるんですよ。まずこうやって顎を乗せるようなスタイルの撮影ですね。続いてはこうやってフェンスの上に登って手をかけるような形で高い位置からの撮影するんですね。こういう撮影もね結構気持ちいいですよ。こんな感じどうでしょう。視界が開けたような感じで、かなりこうスカッとした写真になったんじゃないかなというふうに思います。これね 16mm の広角で切り取ってるっていうのも結構重要なことなんですよね。結構ポートレートというと中望遠の明るいレンズを開放で使うっていう方も多いかなと思うんですけれども、そうするとねどうしても背景のディティールが全てボケちゃって、もうどこで撮っても同じっていう写真になっちゃうんですよね。なのでこうやって場面ごとモデルを切り取るというポートレート、こういうのをしたい場合はね、やっぱり広角レンズに限るんじゃないでしょうかね。ちなみにこのシーン、 GoPro Hero 7にクリップマウントでこういう風に取り付けて撮っております。便利。じゃあ行くよ。いやー、今回の写真全部撮って出しなんだけど、このレンズね本当に色のりがいいです。暖色じゃなくて寒色寄りだね。やっぱり基本的に編集ってエッセンスみたいなものなので、その場でどれだけちゃんと撮れるかっていうのは非常に大切なんですね。そういった点ではね、やっぱりこういう信頼の持てるレンズが1本あると本当にその場での撮影がすごく楽になります。でその場での撮影が楽になるということは、後々の編集も楽になるということになりますので、いいレンズ1本持っとくっていうのはね結構大切なことです。さあということで、夜も暗くなってきましたね。はい、
早いね、暗くなるの。カチカチ。続いてはパーキングエリアの看板で撮ってみました。縦撮りですね、珍しく。さあこんな感じです、いかがでしょう。こういう写真はね、やっぱ超広角じゃないと撮れないです。看板もねグオッと入れつつ、モデルさんもしっかりと写すっていうね、こういうことができるわけです。もちろんね、中望遠のズームレンズ使っても、あの自分がグーッと後ろに下がれば似たようなことはできるんですけれども、やっぱりね寄ってワイドにバーンって切り抜くっていうね、そういうあの気持ちのいい構図っていうのは超広角レンズならではで面白いです。いやー、このシステムめっちゃいいわ。めっちゃいいね。なんかさ、こう両手を開けたまま撮影できるじゃん。しかもみんなこの撮影視点で見れるっていうね。そっか、ここも見えちゃう。そう、見える見える。かなりいいぞ。皆さんこのシステムどうですか。いいっすよね、 GoPro Hero 7。 帰って見るのが楽しみだ。こういうね、なんていうのかな、こうデザイン性のあるマンションとか、こういうのバックにするとね結構映えるんですよ、超広角って。もっと下がるか。ストップ、そのぐらい。いくよ、いいね。あ、ケビンさんの店やってんじゃないの。ちょっとね、お友達のお店が今やってるっぽいんで、そこ行ってみたいと思います。はい、皆さん到着しました。ここがケビンズハッピーファクトリーというですね、お友達のお店でございます。お友達パスタとかもやってて、お酒も飲めるし、結構遅くまでやってるんで、国際通り近辺来た時はぜひこっち寄ってみてくださいね。ケビンさんからサンセットスタジオのなんか裏話聞けるかもしれないよ。いらんこと言わんでよ。さあ、ということで早速ですね、撮影を室内でやっていきたいと思います。実はね、このレンズ使って 16mm 側で室内で超広角撮ったことなかったんですよ。じゃあ今回このケビファで初めて撮るって感じになりますね。じゃあ撮ってみようか。よっしゃ、いくよ。なんか適当にやってていい。だらー、だるーくだるーくやってるわ。で、シャッター速度めっちゃ遅いから、いいね。光、ちょっと光に顔向けようか。ストロボがない環境下での室内撮影って、すごく照明の位置が大切になってくるんだよね。こんな感じ。さあ皆さん見てください。これ右と左、どっち側が照明を気にして撮ったものかってわかりますよね。そうです。正解は左側。左側はね、とても照明の位置を気にして撮りました。こういう風にカメラマンが光を読む能力があるかないかで、モデルがブスに映るか綺麗に映るかっていうのはだいぶ変わってきますので、そのあたり意識できるカメラマンになってくださいね。いやー、しかしやっぱり超広角はいいですね。このお店全体の雰囲気を映し出しつつ、モデルさんもしっかり撮れるという素晴らしいです。こちらも 16mm で撮ってるんですけれども、皆さん知ってました？ 16mm でも F2.8 あれば十分背景ぼかすことできるんですよ。で、そのボケ方っていうのが本当にあの背景のディティールも残りながらっていう感じのボケですので、非常にこの臨場感も出ていいんですね。あー、くそいい写真撮れてるわ。ケビンさんといい感じの写真撮っとかなきゃ。はい、この GM レンズね、何を隠そう 35mm 側の描写も素晴らしいんです。ちょっとね、顔に影が入ってしまう状況でしたけど、まあまあ料理中の手を止めるの無理なんで致し方ないです。で、こちらはですね 16mm 側で撮っております。うん、どっちもいいですね。 16mm の方がやっぱりね、お店が広くこう映るので臨場感は出てきますよね。鍋振ってるところがいいな。鍋振って振っていきなり訪れて、いきなりあの仕事の邪魔をするこのスタイルね。カメラマンはね、このぐらいズーズーしい方がいいもの撮れますからね。ありがたいよね、ウェディングもこうやってさ、ぐいぐい遠慮なく撮ってもらわないとさ、一瞬でその瞬間は終わっちゃうじゃん。ケビンさんでウェディングプランナーやってて、あの本当よく一緒に仕事もするんですよ。ケビンさんのところで、ね、ウェディングあげたい方、あの下 URL 貼っとくんで、ぜひ見てみてください。サンスタ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。はい、ぜひ皆さんもあの超広角ある方はね、あのそれを使ってポートレートに挑戦してほしいですね。はい、はい、ということで参考になった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますね。お願いします。それでは次回もまたお楽しみに。せーの、 See you。 チャンネル